お願いします、お願いします、マジで出ないで、マジで出ないでくれ、お願い。かぁ、こんにちは、シュです。今回はハロウィンコットン使って裏闘技場やっていこうかなと思います。ハロウィンコットンのリーダースキルが7コンボ以上軽減4倍、光闇同時攻撃軽減3倍、ダブル軽減だね。でここユーナ使えばゴエモン耐えれる。いや茨城同士マジズリーわ、あいつマジズリーわ。で今回ねイデアルとか入れなかった、いつも入れるんだけど、なんか今回なしにしようかなと思って、謎のね気分転換です。 OK、 やっぱダブル軽減強いね。ただこのパーティー HP 少なくて、逆に言うとダブル軽減発動しないと割とワンパンでやられんだよ。このパーティーで唯一きついのが光イザナミっていう音って出てきたな。どうしようかな、そこのパーティー指が対応できてないんだよ。のは無効貫通4位で入れてるね。どうしようかな、何秒だ、5秒か、でも5秒あれば組めそうだな。いきます。はい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 、とりあえずあれします。 OK、 いいね、とりあえず追撃組まないで。いやここ難しいね、ほんと。あ、惜しいね、今追撃落ち込みそうだったな。うん、とりあえずワンパン C の別にコットン使おうかな。そうだね、コットン使って倒しに行こう。そう、イザナミね対応できなかったんだよ。やっぱ指欲しいよね。コットン使います、コットン使って、おー、いいね、下見て回復がもう出来上がってる。光か、光光光だね、光。うますぎうますぎ、1,2,3,4,5,6。 いやこの先どうしよう。でコットンね交換しようか悩んでる人いると思うんだけど、まだ待った方がいいと思う。なんでかっていうと、今週の木曜日生放送でね、極性転生進化するモンスターいると思うんだよ。なんでそこでねコットン交換に出しちゃうとあれだもんね、しなけばよかったみたいな意あると思うんで、まだ様子見た方がいいと思う。 OK、 すごい、闇消えるな、ナイス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 。で吸収の色的にはそんなに問題ないんだか、むずむずマジむずいわ。うわー、ちょっとやばい、1,2,3,4,5、あと1個、いやー来ねえか。いやそうだね、今組めなかったのがあれか、きつい、むずい。いや指を解消できるポイントがないな。あ、待って、これダブル軽減ワンチャン耐えれないかな、ダメージ耐えれす。いやーでもコットン使うか、使おう。なんかコットン、なんか最近だとさパズドラ喋るじゃないですか、なんか逆に喋んないことに違和感。うまいうまい、1,2,3,4,5,6、偶然落としてるんだ、偶然ね偶然。あーでもコンボ加算だ、激アツ。でラクシミやめてくれ、ラクシミやめてくれ、ラクシミやめてくれ、本当にラクシミ大好き、ラクシミ大好き。よーしよーし、やあ、レオナハイデル毒味伝わっちゃった、ちょっとカット。よし、やっと溜まった、めっちゃ長かった、使います。でこれ毒味3つあるんで、あれです、追加まなくても OK。 よし、これねもうラクシミ出ても大丈夫よ。いいねか、あーこれ回復残しといた方がいいくはないか、普通に全消しでいこうか。 OK、 問題です。私がこの動画を撮る前にやってたことは何でしょう。54320、そう正解、アベマ TV でねジョジョ見てた、あれだね、なんだっけ、ゴールドエクスペリエンス。 OK、 結論してない、なんでもいいよ。いやざまみろ、お前ほんと、うわ回復ない。いやダブル軽減を信じるか調べるか、コットン使うか、どうしようかな。ダブ系でいいんじゃないかな、ダブ系信じます。そうだね、だってダブル軽減だもん、これ負けるとめんどくさいな。いやでもダブル軽減信じよう、回復落ち込めればラッキーぐらいで。はい、なんで回復作んないんだ君は。よーし助かった、17000やったね、どうだろう、死んでたかな、あ大したね。 OK、 結果オーライ。いや、ジョジョやっぱ面白いよね。このパッチそんな指がない気がする。イデアル入れてもいいんだけど、指少ないんだよね。あとイデアル入れると無効貫通入れる要因がなくなっちゃって。やっぱ無効貫通欲しいなと思って。ただヘラペオクぐらいだもんね、強いの。
なんで捨ててもよかったんだけどね。まあ、仮に出たとしてもね、無効貫通なくてもいける時もあるもんね。はい。あー、これも闇マッチにした。はい。うん、いいんじゃないこれで。どうしよう、ちょっと早送りにしようかな。いや、待って、これ死ぬ説濃厚。終死ぬ可能性 92%。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。いや、残りの葉っぱだったね。あぶねえ。どうしよう。色欠損してんだよ。コットン使おうか。あ、継承概要欄に書いておきます。あ、で、継承多分っていうか分かりづらいと思うんですけど、このイノセントシンパシーってあれだね。シン指エンハンスで、これコンボ強化エンハンスだね。どっちのコットン使おう。私の使おうか。オッケー。いや、もったいないね。このヘリなら普通にいけたと思うんだけど。強いんだけど、なんか、指欲しいなと思ったり、なんかいろいろ欲しい部分がある。やべえ、やべえ、あ、やべえ、やべえ、下手くそ。あ、やばい、下手。いや、オッケー、多分いける。で、リファイブも余裕で耐えれんじゃないかな。余裕は持ったかもしれないけど、耐えれると思う。うん。で、よ、すげえ、ユーナにあと一貫でライナー溜まる。だから何、あ、あれだね、あれ出ても大丈夫だね、ナインガルダ。多分余裕かわかんないけど、耐えれるでしょ。オッケー。で、ライナー入ります。いや、強いね。強いんだけど、無理して交換までする必要あるかって言われると、そこはまた難しい。いや、これ倒せないんじゃないかな。まあ、倒せなくても、まだ OK。ワンチャン倒せないと思います。あ、いいね、落ち込んがすごい。OK、ヘラベオークちょっと出てほしいな。ちょっとね。そのためにこれ入れてきたからね、ドア。いやー、まあ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 、出なくてホッとしてる。あ、すごい、あれやります、あれ。私、史上初あれやります。これ回復組まなくて足りてる ?1,2,3,4。多分足りてる。1,2,3,4,5。オッケー。私以上初のことします。オッケー。これたまにコメント欄で追撃1コンボで倒せますよって言われるんだよね。ただ落ち込ん来たらダメだよね。それもコメントで言われてる。ただ1回もやったことないんだよ。それ。1回やってみようか。そう、落ち込ん来たらダメっていうことも言われてんだけど、1回やってみます。1回もやったことない。街はなんかありそうでないね。おぉ、すごい、おぉ !3 もある。ただ、草薙今日は18だからね、ザマミルバーカ。いい。え、コットンでロックも外せんだよね。それが熱い。ここは色を呼ぶのが無難だよね。いや、変に落ち込ん来ないでほしいな。はい。闇と光だと、どっちなんだろう、火力出る方。光の方が出そうだね、光の方が出そう。わかんないけど、これ使えばいけるでしょ。で、一応、エンハースト、私はほとんど見ないんだけど、これ状況確認で見れるらしい。4.9 倍あればいけんじゃないかな。フレンド何キラーだろう。ドラゴンか。いや、いけないかな。いけなかったら取り直します。はい。ちょっとコットン使ってた方が良かった説あるね。さあ、どうだろう。落ち込み急行。あー、来ねえ！いけ！よし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 。で、コットン使ってワンパンかな。倍率自体だとね、ラードラと一緒なんだよ。なんかラードラと一緒ってすごい弱く感じちゃうな。で、コットン使いの。で、これ、サクラも使っちゃおうか。サクラ使って、よし、行こう。はい、はい。はい、はい、はい。やばい、やばい、やっちまった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 。いや、あえての列。持ってねえか。いや、いけるんじゃないかな。よし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 。ちょっとグダグダだったな。絶対私生放送で一番期待してることはね、ラクシュミーから茨城同士のあれを改良するのを一番望んでますよ。多分来ないだろうね。多分来ないと思う。オッケー。いや、ユーナにライナーってすごいアシストの、っていうかユーナめっちゃ強いね。結構必須ぐらい欲しいと思う。必須は持ったかもしれないけど、すごい欲しい気がする。あ、でさっき私あれに負けたじゃないですか、茨城同士。あの時ウェルドール出たら倒せなかったんだよね、ウェルドール。半分ぐらいしか好きになって。やっぱキラーって大事なんだなと思った。私ほとんどキラー振んないんだよ。今回振ってんのが、あれだね、ノアにバランスキラー1個だけだね。謎にバランスキラー1個だけ振ってます。はい、終わります。バイバイ。